祖合徳島店。祖合徳島店は、徳島県徳島市で営業する、百貨店。株式会社、祖合、西部が運営している。旧祖合グループ破綻前の店名から、一般的には、徳島祖合と呼ばれる。徳島駅前再開発ビルアミコビルの、キーテナントとして入居している。徳島県内で、唯一の百貨店である。そして、2013年3月に、 セブンイレブンが香川県と徳島県に出店するまではセブンアイホールディングスの店舗として唯一四国にある店舗であった。セブンアイはこれまで四国に出店する方針ではなかったが当時、そごと西部百貨店を三家に収めていたミレニアムリテイリング現、そご西部を買収した結果すでに出店済みだったために自動的に店舗を所有することになった。 関西への消費流出による売上減を食い止めるために品揃えで立ち打ちできない。思考的な高級品よりも関西にわざわざ買いに行くのが面倒な。日常使いの商品を充実させる。戦略に出ている、また隣接する。そご神戸店との商品の連携を深めることで、関西に負けない商品やサービスの充実コスト削減に取り組んでいる。1983年。 JR 徳島駅前に徳島祖号として開店。店舗面積は約26,738メートルで、百貨店として四国最大の規模を誇り、開店時のキャッチフレーズは、徳島が生んだ四国一の百貨店であった、市その5位を鉄祖号、原位を鉄高島屋、松山市や高松三越、高松市の大規模な増床により、現在は、 四国第三位の面積となっている。当時、徳島県内に、百貨店は、徳島市には、東新町の丸新百貨店と、元町のつぼみや、1986年に閉店。その後、徳島ビブレを経て、ラスタ徳島、複合商業ビルとなったが、2003年に閉店、しばらく空ビルとなっていたが、解体され現在は駐車場という地元資本による、 店舗があったが、店舗面積は、それぞれ7898メートル、9415メートルと、小規模であり、商品、サービスも大手百貨店に比べると見劣りする、ものであった。徳島総合の開店は、徳島市、徳島県内の商業施設の充実、関西や香川県への消費流出の減少を、もたらしたが、一方で、既存の地元資本の店舗に打撃を与え、 マルシンとツボミヤは閉店に追い込まれた。また、徳島市の中心市街地にも大きな変化を及ぼし、それまでマルシン、大英などが立地し、県南一の商業集積地として賑わいを見せた東新町は衰退し、徳島駅前の方が賑わうようになった。開店以来、これまで特に大規模な改装等は行われてこなかったが、1998年の 赤市海峡大橋開通以降、関西方面への消費流出が顕著になってきたことから2006年春より半年に1回のペースで各フロアの全面改装を開始。2007年11月には2から5回の全フロアと地下1階の一部フロアの改装が完了した。売上のピークは1992年444億円である。 2006年には半減している。アミコ専門店街のある徳島駅前西地区にはかつて徳島市立内町小学校が広大な面積を有して立地していた。そのため商業施設が少なく県との表玄関である徳島駅前にしては賑わいにかけ、歩行者通行量午前8時午後6時1973年徳島商工会議所調査では 東地区の元町商店街が1万8000人に、対して、駅前通りを挟んだ西地区の元町商店街は2500人しかなかった。1963年、内町省を移転し、その跡地に再開発ビルを建設するという計画が、徳島市や地元地権者の間で持ち上がった。百七十二年に、徳島商工会議所がまとめた徳島商業近代化計画で、 中心市街地を、駅前地区と新町地区を二つの角として、整備、発展させるという、二眼レフ構想が立てられ、駅前西地区の再開発が現実味を帯びてくる。1977年、山本淳作里市長は、再開発事業を最重要施策に位置づけ、その後市を中心とした地権者が、徳島駅西地区市街地再開発準備組合を、設立、 さらに79年冬には、徳島都市開発株式会社が創立し、キーテナント探しや地元商業者との接触が行われた。この時の計画では、ビルは地下3階、地上15階建て、延べ床面積は9万560メートルと、現ビルの倍近い規模のものであった。後の調査で地盤が軟弱であることが分かり、縮小された。キーテナントのデパートの面積は、 約2万メートルが想定された。地元商業者からは計画への反対意見が相次いだものの、徳島県消費者団体連合会の意識調査で、回答者の79%が再開発事業に賛成で、デパート希望者の83%が、都市型有名デパート誘致を望んでいるという結果が出て、商談連は、再開発ビル早期建設を訴え市長に陳情した。 地権者の大半も有名デパート誘致に積極的になった。地元の丸新百貨店は有名デパートの進出に危機感を覚え、もし進出すれば経営基盤が揺らぎかねないとして、1978年秋から組合に対して再開発ビルに聞いてナントとして入居する意向を示した。しかし、権利金や内装費など入居までには、 総額100億円ほどの投資が必要である上、入居後の売上が年間200億円はなければ再三ベースに乗らないことが予想され、年賞100億円ほどのマルシンにとって単独での出店は負担が大きすぎた。さらに有名デパート入居を求める声が高まっていたため、大手百貨店との共同出店を検討することとなった。マルシンは関係の深かった大丸、現。 大丸松坂屋百貨店に共同出店を要請したが、当時大丸は大阪駅前の大規模な再開発計画に参画しており、徳島へ投資する余裕はないとして、これを拒否。再開発ビルへの単独出店を目指していた総合に共同出店するよう求め、仲介役を山本市長が担った。総合とマルシンの交渉は1979年4月に始まり、 店名は、徳島祖号。営業権は祖号が取ることで合意したが、両者が出資比率の過半数を取りたいと主張したため対立。山本市長は両者に最終圧線案を示したものの、その案でもマルシンの出資比率は49%と、過半数を取れていなかったため、マルシン側が圧線案を拒否し、交渉は決裂。7月に祖号単独出店が決定した。 マルシンの西谷社長は、総合に迎合した、圧線案で、これを認めれば永年かけて築いてきた地盤が、大手資本に乗っ取られる。市側は総合に断られると、後がないと言っているが、総合以外の都市型デパートに広く出店を求めた、ことがあるのか。最初から総合にのめり込み、総合から言いなりの条件を提示されたとしか、考えられない。と、市や市長を批判した。 これに対し市長は、市民が都市型デパートを望んでいる限り、祖合有利の条件を提示せざるを得ない。と主張した。マルシンは、その後、西部百貨店、現、祖合、西部との提携、テナントの一新など、徳島祖合に対抗して様々な戦略に出たが、売り上げは減り続け、1995年3月に閉店した。 閉店年度1994年度の売り上げは総合、出店前のほぼ半分の約50億円になっていた。総合開店日の買い物客は約15万人、売り上げは3億5000万円に上った。開店後しばらくの間は、波及効果が駅前の商業施設だけでなく、新町地区にも及び、公害店の増加を受けて減少を続けていた。 通行量も一時的に増加した。しかし、効果は長続きせず、結局は、マルシンの閉店などで衰退に拍車がかかっただけだった。東新町の通行量、マルシン前は、祖号開店前の1979年の平日に約1万6千人、休日に約3万人あったものが、平成19年の調査では、平日約2千人、 休日約1600人にまで減少している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。